というのはね、これ平成9年でしょ、さっきポイントは。で平成9年がこの日本でいわゆるビス規制が昭和63年にビス規制が変更させられてですね、条約変更させられて、つまりバブルの頂点になりかけてる手前ですよね。でそこで銀行はこれから金貸す量を半分にしなさいという条約に参加させられて、で実行するのがその平成8、9年なんですよ。でその間にバブル崩壊してるんですけれども、崩壊しても別に貸し剥がししてないんですよ、その時はね、3、4年、ね、でところがそれから4、5年経って8、9年になった時にちょうどビス規制 の、発行するのと、時同じくして貸し剥がしがどんどん始まるんですよ ね、うんうんうん、ねでそして時同じくしてですよ、財務省が公共事業費をね、ボコボコ減らしていくんですよね。単価も削って そしたらそれはデフレ化するわね、経済悪くなるのは、だ誰が考えても分かりますやん、ということなんだわね。ところがだから僕らはその時よそから国会に来てませんでしたけれども、何をするんだとこの人たちはと思ったんだけど、あの時とにかく、それまでね、建設事業者も不動産もはじめ開発してる人らは、昔は儲かった、でバブルの人は特にね、バブル紳士がいっぱいいたから、そんなもんで、ね、わしは庶民はね、土地上がって家も買えへんのにね、潰れていくのは駅見だというね、そういう世論も含めね、みんな叩いて喜んでましたよね。ところが最後は自分が一番とんでもない目に遭ってるんですけどもね。だからちょっとね、この その間僕らこの国会に出て民主党政権ができて安倍政権できて、こう、考えてみると、私もかれこれ何十年とこの政治の世界にいるようになってるんでね、先生なんか特に、官僚として国の最前線でされてきただけに、その辺のちょっと整理をどっかですることを、誰が悪いというよりもね、世の中のそういう大きな流れがあったというのは間違いないと思うんですよ ね、これはとは思いますね、私もね。だからどうやって本当に本来の自分たちの国をちゃんとした運営していくかと、そこの方向が違うぐらいならいいけども、西田先生おっしゃるようにね、どっかに言われて、やっとるのかなって言うんじゃ困っちゃう、で見事それで、この平成8、9年を契機としてですね、日本はだ下り坂でしょ、下り坂もいいとこ、でそれまではね、右肩上がりのやったんですよ、まだ、そこからずっと下りっぱなしですからね、下りっぱなし、大変ですよこれ。日本だけだもん、GDP 増えない、それから所得もね増えないいうのは ね、だからいつの間にか申し訳ないけど他の国にどんどん抜かれてね、生産性も抜かれるわ、 GDP 抜かれるわ、賃金抜かれるわってね、子供たちに申し訳ないってことかな、これは子供や孫に、いやいや本当そうなんですよ、そうなんですよ。だから私らもこれは、そこの仕組みをね、なんでこうなったかということをちゃんと分からしめて、で二度とそういうことにならないように、またそういう作戦にね、要するに僕、私ははめられたと思ってます、陰謀論という意味じゃなくて、間違いなくだってこれは完全に外圧でやってるんですもん、ビス規制って日本が手挙げたんじゃなくて、そうだわね、アメリカが行ったんですよ、アメリカなんで行ったかというと、アメリカ投資銀行ですから、商業銀行ってないですから ね、あれ、出資する方ですから、だからとと投資の規制、投資というか貸し出しの規制なんかしても、アメリカの銀行には何の影響もないんです、影響は日本の銀行だけなんですよ。でそれを分かった上で、その規制をして、で日本を落としてるんです。そうだね、片っ端から銀行がどんどんこう潰れました。で、あの時ね、私まだ副会員でして、税理士もやってましたけども、私の直接のお客さんじゃなかったですけどね、私の講演をしてくれたいい、立派な地元の建設会社、その会社も何件か潰されましたよ、銀行に。要するに黒字企業ですよ、
プロ事業でちゃんとした会社なんだけど、借入金の返済で、それは特に建設会社ってね、手形借入しますやん、ね、で1億2億ね、まあ1年間貸しといてと、1年だったらまた借り返しますわと。でこれで実際は短期資金が長期資金になって、運転資金が全部できてますでしょ。ところがあのビス規制で実施しだしたら、いきなり貸し、ま、返してくださいと、いきなりですからね。俺はもう生産しなしゃあなと思って、ね、これひどいことしましたよ、本当に。だからね、あの、まあ、中堅の建設会社なんかもね、バタバタとあの頃ね、潰れましたよね。潰れた。それはやっぱりそういうその金融の問題と、それからね、量がね、先行きがね、それもありますね、先行きが投資が見込めないようにしといて、しかもそれであのコストも下げようとしたから、そうそう、これはね、なかなかね、やっている会社いないのよ。いやいや、だから今ね、本当に残ってられる会社ね、よく京都でも、ね、何社もあの頑張っておられますけどね、よう頑張られたなと。でそこで、本当にそこで今から10年前考えてくださいと、品格をからね、それはね、品格をで、それでね、俺がね、私がね、こう上げてってやんないと、みんな実は今の半分ぐらいなってたんだろう。そうですね、思うよ。そうですね、いやいや、ほんまよくぞ守っていただいた。真面目に言えばね、それで最後にですね、もっぺん能登の話に戻るんですけどね、でこれで、今回まあ補正なしでやってますでしょ、予備費で、ね、しかしまあ私はとりあえずまあ予備費を使ってやっていくのはそれでいいんですけれども、やっぱりこのもう少し経つとやっぱり災害の全体像もあるし、それから予備費をどんどん活用するということはね、逆に言うと本来本予算でそれぞれの予算をで使えるお金を予備費に回しちゃってるとかありますからね、全体の予算が縮こまってますからね、だからそれをあの助けるためにもね、やっぱ補正予算当然組まなきゃいけないしと思いますが、当然そうですよね。あのね、はっきり言うとね、この補正かその当初か予備費かどうかというのはあんまり気にしない、私は、一番大事なのはね、実は量、そのね、災害の時はね、あ、これもね、一つのあれでね、災害の時はね、ものすごくいろんな金がかかるじゃないですか、あ、俺もっとこれかかる、いろんな金がかかる。だからね、あの災害救助とかね、それから復旧とか、それでこう予算組んでみるとね、まあ、あの廃棄物処理も含めて、だいたいね、必要な金の4分の1はね、地方費が、地方で負担する、ほんとね、1兆だと2500億、ね、2兆だと5000億、ね、それがね、持てるかという、持てませんよね、公共団体はね、とってもじゃないけどできない、災害救助も含めて。そうそうそう、だからね、これ一番大事なことはね、これはもうあの勝手に私が言えば一番大事なことはね、まず公共団体にね、その基金、もっとね、まあ、500億とか1000億とかいろんな金必要だろうから、まあこれは賢く使ってちょうだいよというんで出す。それから今度特別交付税をね、まあ地方負担にそのあてがう分の特別交付税を出す、それから必要なそのこう補助率の切り上げなんかをね、していく。普通はね、この逆にするわけよ、補助率これでいいですか、このままだったらいくらかかる、だから地方負担が多い、増えるから、じゃあそれをその特別交付税で見ましょうね、しかし特効は総額決まってるから、特効では十分には見切れないから、いよいよ最後だったら基金を出しましょうか、ずっとね、もういろんなこと戦いながら、そこまではやれるようにはしてきた、で今はね、これ逆にしなきゃダメだって言ってるわけよ、まずね、特別交付税であのこう基金をね、はい、出すと、だからこれで頑張ってくださいと、自主的に、ね、県や市町村が、ね、それからその特別あの特効のね、手当もねしますよと、それだけど補助率がね、あれ補助できないとか、そういうものはね、だからこの金でやっといて、で、地方がねうまくね回れるようにしろと、順番はこれで、それが
予備費でもそれから来年それはその予算のなんかその補正というので基金積むのもなんかやらなくてもいけるんですが、基金まああるんですか、そのだから予備費から取るわけ。あ、そうでしょ、うん、それあるいは予備費からでなくても補正、来年の補正に入れるんなら、うんうん、来年の補正から取ればいいわけよ、うんうん、ね。で本当に要するに地方に必要なところにお金が、うん、取り出される仕組みを作ってやれということですね。それが一番大事。それはそうですね。それが一番大事。うん、それをねずっと言い続けてる。うん、そうするとねはっきり言うとね、あの党本部も本当かっていう感じでまだ本気にしてねえけど、うん、後の方であの基金を必要なら出してもらうように検討しましょうか。違うと、うん、私は今までの災害散々やってきて、うん、一番大事なのはね。基金をある程度出してやるから、それで必要な分をやってくれと、とりあえずね。でそれで足りない分また特効で見たり、あるいは補助率を切り上げたりね、うん、というまず動けるようにするには実は基金がいるんだよ、うん、でこれを早くやれとこう言っている。なるほど。まあどっちみちしかしそれはねやってもらうようになるでしょう。やらざるを得ない。やらざるを得ない。そうやらざるを得ない。公共団体をね、そうそう潰したくなかったら。いや、ほんでしかもこのね能登の場合はね、うん、恐ろしい高齢化ですからね、インフラ脆弱だけなしに高齢化ですから、これ被災地どっか行ってたら戻れませんよ、うん、そうよ。ちゃんとほんまに進めて、もうそのうち死んでまいりますよ。そう5年10年経ったらみんな。そうこれは本当にだから、あの若い人がもっぺん ね子供さんやお孫さんが おばあちゃんのために戻ってきてあげようという形にならないと、うん、それ終わっちゃいますからね。そうなんです。だからねあの、まあ、復興はねそういう形でね根本的にいろんなねあのことを考えなきゃいけないと思うし、それに必要な金はね復興基金をきちっと出すから頑張ってねと、うん、こういうふうにしていかなきゃねうまくはいかない、うん、で私は一つね、今日も能登の人たち来てくれるんだけど、うん、その可能性があると思ってるのはね、一つはやっぱりねあの鹿の原発はね、うん、きちっとした形で、はいはい、きちっとした形でやっていってね、はい、でもう一つは今度はそのね、実は前からね能登で洋上風力のね、はい、その動きがあるわけ、はいはい、そういうエネルギーをきちっとするよと、うん、だから能登はそのエネルギーはね、うん、随分恵まれた地域になるよと、うんうんうん、こういうふうにしておいて新しい復興のねビジョンを書いていくと。そうですね、そんなふうにしてほしいなと、うんうん、そうそう。だからあの能登半島という地勢を、ね、うんうん、あのマイナスのをプラスに使ってそういう特典があるから皆さん復興やりましょうというやつですよね。いうふうにしていかないとね、だから、うん、そうそうね、あの漁業だってね、それでもってやっていこうよと。漁業もあんな、しかし漁港4メートルも地面上がって、うん、それはなんかなんか直せるんですか、あれ。直すんだものすごい事業ですよね。だからこそこれ私は洋上風力なんかもね、洋上風力の基地にして、ここから出ていって洋上風力が取れるんだというふうにしていくというのも大事なことだろうと。なるほど原発だってねやっぱり安全をねもっとこう確保しながら ね、うん、周りに対してねちゃんと復興 の、はい、その基金をね原発からも出すと。そうですね、いうぐらいにしていかなきゃダメだろう。そうです。と思っています。はい。まあこれからぜひまたいろいろそういう議論をリードしていただいて、また我々ご指導してください。ありがとうございます。それからさっき言いましたけど、やっぱりこの30年のね総括ね整理ね、でこれをやらないと本当にね、私は本当今回のそこの災害の、あの犠牲になられた方もたくさんおられますけれども、もう申し訳ないですよ。本当我々が間違った政策の選択をしたために災害の大きさを大きくしたかもしれないですからね、まあ、それも含めてやっぱりあのそういう反省をするんであるならば、やっぱりなんでどこで間違ったのかということをやっぱりねやっていかなきゃいけないと思います。おっしゃる通り、はい、まあ、そういう意味ではね、あのこうスピードがね遅くて、そうですね、ネットワークを形成するスピードが遅くて、そうそうそう、出来上がってたらもうちょっと楽になった。そうでそこにまたさっき ねあの投資やめろという ねその話にも、まかですからね、本当に、はい、じゃあそういうことで今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。言いたいことを言わせていただきました。ありがとうございます。